武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年埼玉大学の総合問題理系の勉強方法について話していきたいと思います。埼玉大学総合問題理系は、学部学科によって、問題が分かれていますので、それを順番に話していきたいと思います。全体的に試験時間は120分間、配点は学部によって400点から500点と変わってきます。ではまず理学部物理学科の総合問題からお話していきます。理学部物理学科の総合問題は全部で題問が2題出題されています。で、基本的には物理中心の出題となっています。ただその物理的現象を数学的な観点から考察したり、英語の文章で物理に関する話題が出題されていたりしますので、英語の力、数学の力も重要になってきます。ただメインは物理の対策になってきますので、国公立標準問題集キャンパスの物理のレベルまで物理の学力は仕上げておいてください。で、数学も微分積分の分野が必要だったり、英語に関しても国公立レベルの標準的な文章の読み込みが必要になってきたりしますので、そのあたりも対策をしておいてください。続きまして理学部基礎科学科の総合問題について話していきたいと思います。理学部基礎科学科の総合問題は題問が全部で3題出題されています。で、こちらの学科の総合問題に関してはほとんど全てが科学の内容に関する問題となっています。なので科学の対策をしっかりしておけば、総合問題という名前はついてるんですけども、十分合格点は取れるかと思います。科学に関してはやはり無機有機、あとは理論科学の分野、そういったところからまんべんなく出題されていますので、科学の基礎的な力とこういう入試問題に対応する力を、しっかりつけていけば十分です。なのでまず最初に、リードライトノート科学で科学の基礎固めを行い、その後国公立標準問題集キャンパスの科学を使って国公立の科学の問題をどんどん解いていきましょう。キャンパスの問題が仕上がってくれば、今回の埼玉大学の総合問題のレベルでも十分対応できるかと思います。続きまして理学部分子生物学科の総合問題について話していきたいと思います。理学部分子生物学科の総合問題は題問が全部で3題出題されています。で、こちらの分子生物学科の総合問題はほぼ全て生物の分野からの出題となっていますので、生物の対策をしっかりしていってもらえれば十分合格点が狙えます。ただまあ一部その生物と科学が関連する分野なんかは科学の知識が必要になってきたりはするんですけども、生物の対策を徹底的に行ってもらえれば合格点が狙えるようになっています。で、記述問題も出題されています。なので国公立の生物の対策を仕上げてもらえれば十分合格点が狙えるようになっています。対策方法としては、生物の必修性ノートで生物の基礎的な用語語句を覚えてもらい、最終的には国公立標準問題集キャンパスの生物を使って国公立によく出る生物の問題を完全に網羅していくようにしてください。キャンパスの中で記述問題も含まれていますので、記述の対策も徹底的に行っていきましょう。それで最後は過去問演習をしてもらえれば十分かと思います。続きまして理学部生態制御学科の総合問題について話していきたいと思います。理学部生態制御学科の総合問題は題問が全てで2題出題されています。で、こちらに関しても生物の問題がほとんど全てとなっていますので、総合問題という名前はついてますけども、生物の勉強をしっかりしてもらえれば合格点が狙えるようになっています。こちらも生物の必修性ノートで生物の基礎的な用語語句を覚え、その後国公立標準問題集の生物に取り組んでください。国公立標準問題集キャンパスの生物に取り組んでもらえれば、その問題が仕上がってくれば十分合格点が狙えるようになっています。で、こちらもその記述問題が多く出題されていますので、記述の練習を行うようにしましょう。あと一部、思考力が必要な考えさせる問題も出題されています。こういった問題に関してはキャンパスの中でもそうですし、普段の過去問の演習の時もそうなんですけども、生物で初めて見るようなデータ、初めて見るような現象については、その問題文からどういう現象になっているのかということを正確に読み取り、それを、しっかり考えて、記述で説明するようにしてください。で、そういったような過去問練習が非常に重要な問題になっていますね。最後に、工学部応用科学科の総合問題について話していきたいと思います。工学部応用科学科の総合問題は少し特殊です。まず最初に題問1が英語の問題、題問2が科学の問題、
大問3も科学の問題というふうに英語1、科学2という出題割合になっています。工学部応用科学科の総合問題に関しては英語の長文読解が出ていますので英語力も非常に重要になってきます。この英語の文章自体は科学を題材とした文章で英語の長文を読んだ問題に関しても科学の計算問題なんかが出題されています。まあ、トータルでいうと科学の出題割合が非常に高いんですけども英語の文章読解の力も上げていく必要があります。国公立標準問題集キャンパスの英語のレベルまで仕上げておくようにしましょう。科学の大問については、無機科学の知識だったり、理論科学有機科学の知識をまんべんなく問うている問題が多いです。で、計算問題や反応式を書かせる問題、記述で説明するような問題が出題されていますので科学リードライトノートで、科学の基礎的な問題、基礎的な用語を覚えてもらった後国公立標準問題集のキャンパス科学で、科学の問題演習を十分やっていくようにしましょう。最後は過去問演習の中で埼玉大学の傾向に合わせて対策を行っていってください。で、各学部学科に分かれて、こういうふうに総合問題が出ています。総合問題の過去問をしっかりチェックしてその傾向に合わせて対策をしていくことが合格点を取るポイントになってきます。今回は以上です。